ゆっくりがお送りする願音実況動画。今回は、皆さんお待ちかね新ルールトナメイベント、願音ファイトに早速ジオンで参加してきたんでその模様をお届け会で水曜の0時参戦のやつだなマリサもいますよ。しかし初めてのイベントなんで正直どんな感じかわからない手探り状態の参戦ということでこの動画への過度な期待はご遠慮ください。わしクソ雑魚さかんやからね。オープニングからガッチガチにハードル下げていくスタイル。事前に2ちゃんで一応下調べはしといたんでここはテイコスキ中心に支援クマさんもぶち込んだ石橋を叩き割る編成で身の程をわきまえた良心的左官プレイヤーを演じるセーフティー実況。これで負けたら全部召喚が悪い召喚型で外れ引いただけ局地ガチ勢のためだけに作られたイベですからは局地とか全然やらない人ですから。やる前からネガ発言がすごい。しかしマッチングしてから始まるまでが13秒とくっそ短いんで願音ファイト国際条約第1条。デッキ編成は参戦前に済ませとくべし。マジでこれすぐ始まる感ネキタイ装備とか変えてる時間ないんでセッティングは大事。ということで初動は出撃地点指定し忘れたんでいいから強制スタートするいつものやグソグダルは出撃演出なしでいきなり始まるんかい。周りのみんなもこれ始まってるん。一瞬棒立ちだったな。始まり方急すぎて定番のあの願音ファイトレディーゴーのあのお決まりのネタやんの忘れた。あのもうみんな他の実況者さんたちがやりすぎてて今さら言うだけくっそ寒い空気にしかなんないあの定番のレディーゴーネタやるタイミング完全に見失った。願音ファイトレディーゴー。はい、そういったわけでね。ダダ滑りしたけどそんなん関係なくグレガルちゃんで頑張ってこう滑るの分かっててなんでやったん勢い。ほんじゃしょうがねえは。そんなことより今回初登場のガルス J カッコグレミー軍機カッコトジが早くもピンチ死ぬ。やばい。死ぬ。どうでもいいけどグレガルの正式名称はっきり言ったな。初登場なんでね、そういうとこしっかりやっときたい派なんでね。このグレガルはカウンタックガシャで銀図ゲットしたんだけど噂通りのお手軽強機体やね。やっぱこの内蔵の走者フィンガーが使いやすくて優秀だな。初めは単ロケ後の追撃武器だと思って無理やり近づいて単ロケ当てようとして死にまくってたけど、走者フィンガー一本で立ち回るくらいに意識したらこいつの強さが理解できたは。走者フィンガーは無理に前段当てようとしなくても中近距離でばらまくだけでゴリゴリ削れるかんね。爆熱ゴッドフィンガー走者。飛び道具メインの戦闘スタイル汚い。さすが東方腐敗汚い。だからお前はアホなのだ。この願音ファイトマップで P ちゃんやスイフでブンブンできるとでも思ったか。完全にイベントバナー詐欺。特攻ブンブンは走者ゴッドフィンガーからの単ロケヒートエンドで情け無用のガンブムファイト。正直局地プロ以外はここで格闘ブンブンとか無理無理かたつむり。正直ジオ特攻かエグザム格闘じゃないと普通に射撃ビクンビクンで死ぬる未来しか見えない。ここでも初期ジム最強伝説は健在なんやなって。そろそろアーマーヤバめなんでクマさんピットイン修理あざます。倒されても支援に起こしてもらえればゲージは減らないみたいなんで支援機の数もかなり重要みたいだな。願音ファイト国際条約第3条。破壊されたのが頭部以外であれば何度でも修復し決勝リーグを目指すことができる。ガンダムファイト国際条約のまんまやね。第7条地球がリングだ。それいる？今その7条言う必要ある？勢い。いや勢いとか関係ねえだろ。どう考えても今のは強引にねじ込みすぎやろ。マジレスやめてください。死んでしまいます。そんなことよりゲージ差がこちら有利になった成果的の特攻が来なくなった模様。どうやらこのゲーム無理にキル取りに行くよりもいかに死なないかが重要なんじゃないかと気づき始めた。短期で無理に突っ込んでも敵集団にフルモッコされてゲージ差開くだけ。仮に道連れでキル取れても支援が駆けつけて NG にが多いんで相当腕に自信に気以外は集団でエモるのが必勝パターンっぽいんじゃないすかね。とはいえキル取れれば有利なんでここは突チャレンジ。そして敵集団にガン待ちされるわな。ガンダム
ファイト国際条約第5条1対1の戦いが原則であるを忘れたか連邦駆動も。残念ながらこれガンブムオンラインなんで。だがグレガル1機で4分弱耐えれたなら結果オーライですから。言っても320コスだからコスパは悪くないな。つうことで2機目はおなじみのジオンサイツ予定コス機のラルグフで中央からリスポーン。ちょっとテトラ氏の危険が危ない。ウィヘビヘルプでなんとかセーフ。やっぱ MS 戦だと妨害系武器は頼りになるかんな。ネット機体やスタン機体も多いみたいっすね。さらにこいつは内蔵武器も優秀だからな。マグネスゴッドフィンガー速射。一応言っときますけど今回全機体ゴッドフィンガー内蔵機体なんでこのネタ最後まで引っ張ります。全部射撃武器やけどね。ゴッドフィンガーとは何だったのか。ともかく味方が敵陣まで攻めてるんでここは海蛇ビリビリでサポートするがきち。死体処理もきっちりしとかないと支援機復活があるんで油断は禁物。しかしこれはやべえな、一人で前で過ぎたか。とにかく孤立は餌になるんで味方の動きに合わせるのが大事。初期ジム強すぎー。サイツヨ編成はジオ2機に初期ジム2機の編成ともっぱらの噂。200コスであの銃撃ビームライフルの性能はマジで反則やろ。つうことでここはクール稼ぎにクマさんで出撃。爆熱ゴッドフィンガー2連リーグ。もう腕から出る武器なら何でもありかよ。おいちょっとやめろください。ガンオンファイト第2条相手の支援機を攻撃してはならない。ねえよそんな条約。バッキャロー慌てんじゃねえよ。慌てふためくんじゃねえよ。ふためくんじゃねえよ。ちょっと意味わかんないんすけどね。くんじゃねえよ。なんでちょっとずつ短くしてくん。わしらにはまだゴッドギガンダムがあるやろ。ただのギガンです。残り4分半でジオンがゲージ結構リードしてっからあとはこのゴッドギガンダムハオパーモードでバチコーン言わせば勝利間違いなしやで。いいから早攻撃しろよ。爆熱ゴッドフィンガー出まし。うん、ただの内臓マシだかんね。今は敵倒す時間じゃないかんね。とにかく牽制して逃げ回るのが大事ですから。ふざけんなよ冬アーマーはよ弱体しろよ。ぶっ壊れじゃねえかよ。戦闘知らずの380銃撃機も結構多いみたいだな。支援機と組んでイネンイモル戦法が強いらしいね。つうことでこの大事な時間帯に痛恨のラーメンタイム。一応パーツは使えるものの事故ることもあるんで低コスキは2機以上入れた方が無難な感じ。クール明け後はラルグフで粘るも爆散。さすがに召喚勢の高コスキは強いな。残り2分でゲージもついに逆転されるピンチ。前半とは打って変わって連邦が前に出てこなくなったな。ほんどっちがうまくイモれるかってゲームみたいだね。押す時も引く時も常に集団で動いて突出した敵をみんなで叩くって感じか。あとこれレダハリが意外と大事な予感。固まって動いてると裏取られるのが怖いんで適度にレダーあると短期で回り込んでくる敵を見つけやすくていいかも。ただ乗り換えが撃破されないとできないんでレダーだけ置いて乗り換えが不可能なのが難点。それできるとアーマーやばくなったら乗り換えで逃げ回れるかんね。おっしまだ逆転可能だぜ。わしのフィンガー見せてやんよ。爆熱浮気フィンガー。マジかよドモン最低だな。レイン泣いてるよ。でもアレンビーかわいい。ガンオンファイト国際条約第8条浮気ダメ絶対。もうガンオン関係ねえからね。そんなことより残り1分でゲージ差800弱の接戦やで。ここは1機でも多く倒して逆転したいところだけど命大事に。そういうことなら銃撃ビームでチキン戦法も致し方ありませんな。しかし敵も完全に引いて守ってるんで突っ込みすぎると逆に差が開く危険も。ここはそろそろ引いた方がいいか。人戦力が分散しすぎてるかもしれませんよ。ちょっとキュベさんが逃げ遅れたか。助けようにも敵が多くてこちらも前に出れない状態。ゲージ差的にも負けてるんでここはもう信じろ。グレガルちゃんの浮気フィンガー力を信じろ。やっぱ無理だったは。だからお前はアホなのだ。まだだ。
まだ終わらんよ。間に合えわしのごっとくまだね。いや、支援機じゃ無理やろ。爆熱 W 浮気フィンガー。浮気やめろ。しかし僅差で届かず無情にも敗退。しかしいい勝負だったな。わしの浮気力が足りなかったか。実力の差です。まあまあ初めてのルールだし結構楽しめたんじゃないすかね。ただマップが一つだけってとこや個人の PS が如実に出やすい少人数戦なんでパターン化してくると飽きられるかも。その辺は運営さん次第ですから丸投げ。とはいえ10分ゲーで手短にできるのはいいかもね。大規模トーナメだと決勝まで行くと恐ろしく長いかんね。ということで参加賞のトランク3つもらって終了。ほんでは皆さんお疲れ様でした。来週はシンデラックスにリガビートクエス動画が登場。リガビート袖ずさは初のブースター可変機タイプな模様。出撃時は飛行形態で一度モビルスーツになると飛行形態には戻れないらしいね。ただし気筒から再出撃すれば何度でも飛行形態でリスポン可能。要するにサブフラ乗った状態で出撃する機体みてえなもんか。それよりヌーベルがグレガルミラーってマジかよ。恒例のジオン強機体は即連邦スリムミラー実装。とりあえずノーマルズサ君にも銃撃ビームライフルください。ダービだけとかひどすぎひん。そしてビヨンドザタイムイベ開催でチェーンやクエスのアバもらえるってよ。背景のアクシズアバも悪くない。そんなことよりバトーペ2が来年 PS4 に来る来る。これはガンオンに避難していたバトーペ民たちが戻ってしまう。むしろ我々も PS4 導入を検討すべきか。両方やればええんやで。とりま来年もガンオン存続できるかが問題ですから。つうことでシンデラックスに期待しつつまた次回。